やっぱりお前に負けるわけにはいかねえんだよ。歌舞伎界のイケメン御曹司を人気グループキスマイフット2の玉森裕太さんが演じるドラマ「ピンとこな」、制作発表に豪華出演者が出席しました。400年の歌舞伎という歴史を汚さないためにも今回一生懸命やらせていただいて、この夏素晴らしい作品になればいいなと思ってます。またこの日は自分の顔を撮影すると歌舞伎の熊取り風の顔写真が出来上がるフェイストラッキングに玉森さんが挑戦。今週土曜日からは皆さんも夏サカスで体験できます。